ね、時々冒頭で夢占いの話もするんだけど、うん、じゃあ今日は魚の夢をしたいと思います。お魚を例えば釣る夢とか買う夢とか、まずね吉夢が多いです。そして特に大きければ大きいほど幸運度が大きいと言われています。そしてそうだな、あとはですね、恋の夢、そうですね、とかはね、例えば解任を知らせてくれたりとか、そういうね、こうちょっと深い意味もあったりします。でも基本、お刺身とかね、お寿司とか、そういう生ものの夢は、これはね、ちょっとね、残念ながらあんまり良くない夢になるんだけれども、でもね、煮魚とか、焼き魚、というのもすごくね、これはね、いい夢、吉夢になります。特にね、大きいお魚だとより幸運が大きいよっていうことを覚えておくといいかもしれません。で、残念ながらね、生のお食事はちょっとね、あんまり NG なんだけど、それ以外の料理、それも吉夢ということで知っておくと、なんかね、夢占いっていうのは今の自分を教えてくれるバロメーターになりますので、よかったら参考にしてみてください。はい、今日はリクエストリーディングです。花子様ですね。はい、ニックネーム花子様です。花子様もね、なんやかんやでもう半年以上ですよね。もうずっとここならでもリピートしてくれていて、で、いつぐらいだったかな、これからの出会い運とかも見てたんですけれども、もう嬉しいご報告ありがとうございます。夏になんかね、すごくいい出会いがあるということを私はお伝えしてたみたいなんですが、ズバリ出会いがあったとのことで、よかったです、嬉しいですはい、じゃあ花子様からのね、リクエストで、運命の人にすでに会ってるのかどうか。じゃあね、会ってないならどんな人なの、会ってるならどんな人なのっていうことも含めて、もしじゃあ出会うとしたらいつぐらいなのっていうことだったんですけれども、ちょっとね、どこまで見れるかわからないんだけど、まず今現在、結婚につながる運命の人に出会ってるかどうかっていうのは、このね、エンジェルアンサーでかなりはっきり答えが出るので、まずそれはね、お伝えできます。そしてそれがね、出会ってる出会ってないというちょっとカードによって、またね、占い方ちょっと変えようかなとは思ってるんだけれども、まずはそこから見ていきたいと思います。とりあえずエンジェルアンサーズとこちらのルノルマンカード、こちらのカードはまずは使っていこうと思っています。そしてそうですね、4択の後に、はい、花子様宛てのリーディングもさせていただこうと思っています。はい、じゃあ今日もカード、もしくは色のイメージからお選びください。白、赤、ブルー、グリーンとなっておりますね。ちょっとね、結婚につながる運命の人ね、もうイエスノーね、はっきり答えがね、出してくれるカードなので、出るといいなと思っています。じゃあ1番の方、白の方から早速いきますね。はい、じゃあ本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の白の方から見ていきます。はい、運命の人にね、結婚につながる出会いの人に、1番の方ね、出会ってるかどうか。はい、じゃあちょっとカードね、開いていきましょうね。はい、じゃあ見てみます。さて、おー、
ましたね。そっか、まだね、出会ってないんですね。もう一番の方まだ出会ってないと出た。そっか、出会ってない。でも何かね、こうあなたの周りにこのね、あなたの運命の人がこれなんかいるような気がしますよね。はい、じゃあこれね、じゃあこのね、ルノルマンカードを、そうね、ルノルマンカードを、じゃあちょっとこれね、引いていきます。じゃあね、こう近いうちにじゃあその人と出会うのっていうことを、まあそういう流れでね、見てみましょうか。木というカード、クロスだね。魚か、鳥、あなた自身が本か。ああ、出会いあるね、これは。はい、なるほど。ね、全部見えるかな。はい、こういうカードがね、出ました。あのですね、結論から言うと、これね、はい、ライダーというカードが出ましたので、これね、ズバリね、出会いのカードなんですよ。出会いのカードでね、まあ、これがね、結論で出たから、いわゆるあなた、ね、一番の白の皆様は、運命の出会い、運命の人には、これね、今の段階では、これね、まだ出会ってないだろうと思われます。でも、出会いがこれね、あるよっていうカードが、まあ、ズバリ出ました。それでね、もしかすると、一番の皆様って、今現在何かね、複雑な恋愛してるのかなとか、そういう感じがします。で、まあね、今もね、まあ、その恋愛が継続中なのかもしれない。まあ、ここにね、木というカードも出ていて、でもね、これがですね、いわゆる、まあね、未来がね、これクロスっていうカードで、まあ、恋の中断というか終わり、そういうカードがね、出てるんだけど、いわゆるこの恋を、まあ、いわゆるこうね、先が、例えばね、先行きがなかなかこう見通しがつかない恋とか、ね、いわゆるライバルの存在がある、奥様の存在があるとか、そういう恋をもししているのであれば、この恋をね、手放すことによって、あなたにはこれね、新しい出会いがありますよっていうことを強く言っています。そしてお相手ね、どんな人かなっていう風な感じで思ったんですけど、なんかね、よく喋る人でね、営業マン的な感じがするんですよね。まあ、非常に頭いいのかな、知的かなっていう感じがします。だからね、もし本当にこう、例えばなんていうのかな、ね、おしゃべりが例えば上手な人とか楽しい人とか、あのね、そういう人、まあ大まかすぎるんだけれども、そういう人と、もし例えばこれから、そうね、これ恋の終わった後とは出てるんですよね。だからまあ今をね、9月と考えるならば、9月もしかすると10月ぐらいにあなたからね、恋を終わらせるのかもしれない、もしかするとね。で、そうするとなんかね、11月ぐらいに早速ね、出会いがありそうなんですよね。で、それがアドバイスカードを見てると、これ魚のカードだから、仕事関係、お金関係、金融関係、金融マン銀行とか、なんかな、そういうね、イメージが出てくるので、もしかすると、もう本当銀行とか、まあ、証券関係とか、まあ、そういうお仕事の営業をされている人なのかもしれない。案外ね、お金持ってそうな感じ、稼いでいるような、そういうイメージが見える。そうね、という感じかな。だからね、まあ、ノーというカードと、あとこのクロスというカードで、なんかね、まあ、恋の終焉を感じさせるような気はしたんだけれども、ここの出会いがあなたにとっての結婚につながる運命の出会いなのかなっていう気が
しました。まあね、あなたのとこに本のカードも出てるからね、なかなかこうこうにできない恋をもしかしたらしてるのかもしれないとも感じました。はい、これが1番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番の赤の皆様、お待たせしております。こちらのね、エンジェルアンサーで、今すでにあなたが運命の人に出会っているかどうかをまずこちらのカードで見てみましょう。まあ、結婚につながる運命の人という意味です。ビッグハッピーチェンジス。さてこれは D マインポジティブ。さあこれちょっと待ってね、これはどっちを表すんだ。出会っているのか、あーこれ出会っているね。はい、私はこれをまずね、出会っているというふうに見させていただきました。じゃあお相手のこうこれからの流れとかも含めて、どんな人かがもしかすると出るかもしれない。でも私は、今回はね、もう運命の人にまず2番の皆様は出会ってるということで感じました。じゃあね、ちょっとルノルマンカード開いていきます。雲というカード、今現在棺桶だね。クローバー、お、家というカード。お、お相手様クマ、あなたの方がワンちゃん。お、月が出たね、すごいすごい。なるほど。はい、まず、まあ、ここのねカードから見ると、今現在ね、これね、棺桶なんですよ、出てるカードが。今現在はね、だからね、もしかするとこれね、今は連絡取ってない誰かとか、あの今は別れたあの人とか、そういう意味の復縁、過去の人っていう感じがするんですよ。なんかね、今お付き合いしている人とはね、ちょっと思えない感じで、お相手の人がね、どんな人かっていうと、あのね、よく食べてよく飲みます、体もすごく大きい感じで、イメージ的にはちょっとね、あーまあごめんなさいね、男性も女性も見ていただいてるのはね分かってるんだけど、ちょっとこれね女性目線になっちゃうかもしれないんだけど、ちょっとね亭主関白のねイメージがあるような人に思います。そして今はね、これ棺桶ってカードが出てるから、これ私ね、今はね連絡取れてないと思うんですよね、別れた後とか今連絡を取ってないあの人。でも近いうちにね、これね、お相手の方からこれ連絡が来るとか、嬉しい知らせとかがね来るって出てるから、お相手の方から連絡来るのかなと。でその後どうなるのって言ったら、もうねこれ恋愛に発展します。でアドバイスカードもこれズバリ家とか結婚なんですよね。だから結婚につながる人にすでにあなたは今出会ってはいるんだけれども、でも今は連絡を取ってないあの人のような気がする。でそのあの人っていうと、どういう人っていうと、本当によく食べ、よく飲み、ね、体も大きくって、なんかね、がっしりしててみたいな、こうそういうね、とてもこうなんか大きなイメージがします。もし見ていただいているのが男性であれば、どちらかというと大柄な女性、そして同じようによく食べ、よく飲みみたいな、そういう、こうね、どっちかというとこう豪快なイメージがあるような気がします。なんかね、とってもね、お二人ね、あの人と、いわゆるこの方ね、今連絡を取ってないこの人とは、すごくね、あの、いい縁、いいこうプラスのご縁に、なんかね、発展していきそうな気がするんですよね。で、あなたもね、あの、このお相手様に、やっぱりね、あの、むっちゃ大好きってわけじゃないかもしれないんだけど、でもやっぱりなんか、好きっていうかね、信頼できるよね、あの人っていう部分で思ってる人がいて、なおかつ今連絡取ってないとかっていう人がいたら、あの人かなって思って、あなたから連絡をしてみるのもいいかもしれない。これ動き早いんですよね。まあ
月、10月の例えば2日あたりとかもね、これ連絡してみてもいいのかなっていう気がします。そうするとね、案外トントン拍子でこれはね恋愛に発展する可能性もあり、でなんかね結婚っていうカードもねここ出てるからね、これね結婚までこうつながりそうな、そういう可能性があるんじゃないかっていうことが出ました。おお、なかなかすごいカードですね。なんかねむっちゃいい縁のような気がしますよ、このお相手様とは。そういう感じがしたので、よかったらこれはね参考にしてみてください。動き早いと思います本当に。なんかね連絡したら、今ね連絡を取ってないとしても、連絡をしたら例えばすぐね返信がね例えば来たりとか、あとはそうお相手からね連絡が来る可能性もねこれねあるなーって感じですよ。なんかねすんごい嬉しい恋愛に発展しそうです。はい、なんかそういうなんかまあいわゆる恋愛結婚ですよね、そういう流れになっていくんじゃないかなっていうのが2番の赤の方のような気がしました。よかったら参考にしてみてください。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番のブルーの方、お待たせしました。こちらのエンジェルアンサーズで、あなたがすでに結婚する運命の人に出会ってるかどうかをまず見ていきます。その結果でちょっとここのカードの意味合いが変わってきます。ルノルマンカードが変わってきます。まず出会ってるかどうか、はい、ズバリじゃあね答えを見ていきましょう。これねなんかねまだっぽいな。でもなんか出会いこれありそうな気がする。ちょっと待ってくださいね。サクセスと出会ってるかどうか、これからっぽい気がするな。ちょっとねルノルマンカードでもこれね見てみますね。もしこれでね例えばちょっと過去にすごい強烈なカードとかが出たら、またねこの見方をちょっと変えていきたいなと思うんだけど、ちょっとね、はい、じゃあね見てみましょう。はい、キーというカード、現状星ですね、なるほど。で怒りというカード、道、タワーか、庭、無地ですね、なるほど。あ、これねちょっとじゃああのねカードを見てると、あのね過去のカードからこれすごくいいんですよ。いわゆるこれねウィッシュカードと呼ばれているカード、そしてね現状もねこれね月なんですよね。で未来のカード怒りっていうことで、今の現状がそのまま続いていくっていう感じなので、これねちょっと訂正させてください。すでにあなたは運命の人に出会ってますという感じがします。でお相手のねこれね、まあ、どういう人かなというのを見てると、タワーっていうカードが出てるので、安定した職業についていて、どちらかというとこう国関係の仕事、例えば市役所とか区役所とか例えば税務署とかこうそういう感じのねとか大企業とかね、まああとはねいわゆる囲まれているところなので、もう本当にね例えば大きい病院とかね、そういう感じもするので、お仕事的には案外いわゆるまあ固いっていうか安定した仕事、安定した職業の方かなと思います。で今あなたとお相手様、なんかねこれいい感じですね。なんか出会ってすぐ恋に落ちたのかなとか、お互いねある意味こう一目惚れしたのかなっていう、人とのこうなんか集まりで出会ったのかなっていう気がするんですよね。なんかねこうたくさんの人がいるところで出会って、そこで恋に落ちて、今なんかねそれがずっとこう育まれてるような、そういう感じがします、する。だからねこう出会ってるよっていう感じに私はこれまずね取らせていただきました。ただね
未来のカードがこれね、無知っていうカードが出てるんですよ。まあ、これね、喧嘩とか口論っていうのを表すから、もしかすると例えば結婚に対する価値観が違うとか、あとはこうね、結婚に対してこう時期がね、求める時期が違ったりっていう可能性も考えられるのかなと思いました。ね、例えばね、あなたはしたい、でもなんかね、お相手様はまだみたいな、今の状態がいいんだみたいな感じで、こう少しね、口論になる可能性もあるかもしれないとは出ているかな。でも、このね、まあね、サクセスっていうカード、まあ、成功っていうカードが出てるから、まあ、あなたとお相手様はもしここでね、喧嘩とかになったとしても、またね、これをね、乗り越えていけることができると思うし、アドバイスカードがね、これ道なんですよね。だから、まあね、これ迷いながらもね、あなたはね、ちょうど今ね、岐路に立ってるのかなと、ここの道をね、橋を渡るのかどうするのかみたいな。だから本当にこのね、お相手の運命の人、この相手の人と、で、一緒にこの人生を歩んでいくのか、そうじゃないのかというのがアドバイスカードで出てるので、もしね、例えばここで喧嘩したりとかして、こうあなたがね、こうどうしようかなって迷うのであれば、ここのね、しっかり迷うことも大切かなと思いました。やっぱりね、こう結婚がゴールじゃないですし、やっぱり結婚してからもむちゃくちゃ大変なことっていっぱいあるので、やっぱりね、この価値観ってすごく大切だと思うんです。なので、このお相手様とね、もしですよ、本当にこういろんなことで喧嘩になったりとかした場合、しっかり喧嘩して、お互いのこうね、言い合ってること、思い合ってることっていうのをきちんと話し合いをした上で、ここの2人で橋をいわゆる渡るのかどうなのかをきちんと決めてもいいのかなと思ったりもしました。ただ、このね、天使様からね、あなたはすでに運命の人に、結婚する運命の人に出会ってるのかどうなのかって言ったら、これは、はい、トータルで見たらこれはイエス、出会ってるということで出させていただきました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ4番のグリーンの皆様、お待たせしました。はい、まずこちらからすでにあなたが運命の人、結婚する運命の人に出会っているかどうかをまずエンジェルアンサーではっきりと見ていきます。そしてその後、まあ、ここの答えからこのルノルマンカードで、じゃあね、こうどういう人とか、こういつ出会うのかとかも含めて、まあ、ここの答え次第でこの見方を変えていきたいと思います。じゃあまず、はい、こちらのエンジェルアンサー、さあどう言ってるのか、出会ってるのかどうか、これは出会ってるんじゃないかな。出会ってるような気がする。これは出会ってるでしょうね。なるほど。ちょっとね、ルノルマンカードを見た上で、ちょっとね、こうお答えを出していきたいと思います。はい、じゃあちょっと開いていきますね。おお、過去。これね、はい、見ていただいてるのはね、男性も女性もいらっしゃると思うんですけれども、これはあなたから見たお相手様を表します。このカードがね、過去に出た。お、で、現状がね、鎌か。なんかね、一旦別れちゃったのかな。アドバイスカード風ね。おっと、お相手様のとこにあなたのカードが出てるね。これすごいね。なんか前世から縁があった運命の人っていう気がする。これすごいな。で、ネズミか。なるほど。ほんとね、これはね、いや、ちょっとね、このパターンはね、初めてだから今ね、驚いてます。ここにやっぱね、鎌が出てるから、
釜とあとねこのフォーギブネスがね出てるから、あの今はお別れしているのかなこの人とっていう気がするんですよね。でまあまあこれね、あなたがいわゆるね許さないといけない人が運命の人だよっていう感じがするので、過去にちょっとねこうひどいまあ別れ方をもしかしたらしたのかもしれないです。うん、したのかもしれないんだけど、あの人があなたのことをどう思ってるのというところにあなたのカードが出てるから、すんごいこのお相手様むちゃくちゃ後悔してるんじゃないかなと思うんですよね。で、ね、あなたも好きですよね、あの人のことね、うん、花のカードが出てるので、で今はねおそらくこれはね連絡を取ってないと思う釜だから。でも未来にね手紙のカードが出てるんですよ。ですぐに復縁できるかどうかは微妙なんだけど、でもこれね連絡を取る状況にはなりそうなんですよね。でアドバイスカードっていうのがね、2人今これだけ思い合ってるのであれば許すこととかも必要かもしれないんだけれども、いわゆる2人でまた再び恋愛を始めてみませんかという流れに私はねこれね見えるんですよね。そうなの。だからあのもう間違いなくわかるかな、このね4番の皆様が今あの人のことだっていうので、もしピーンと来てたらもうその人です。その人があなたから見るともう結婚する運命の人で、このね許すっていうカードが出ていて、でもね信頼関係が半端ないんですよね。うん、なかなかねこういう人にね出会えないと思うんですよね、ここまでこう信頼し合えるような人。でも信頼し合えるような人だったんだけど、おそらくねすごい何かがあったと思います。このカードと釜が出てるからね、まあ何かもうものすごいショックなこととかね、信頼を裏切られるようなこととかまああったのかなと思うんだけど、でもねやっぱりこの人が運命の人だと思います。で、あの人はもうあなたのことを超思ってます。あの人の気持ちのところであなたのカードが出てるから、うん、だから今でも思い合っていてっていう感じがするので、これね27早かったら今月ですね、今月もうちょっと私これそうね、あの今月の27日とか、まああれだったらねこれ連絡してみていいと思いますよ。でね、すぐにね復縁にはねならないかもしれないの、ネズミが出てるから。まだまだ不安定さは続くっていう感じになるかもしれないんだけど、アドバイスカードがね、やっぱりこうようやく2人前を向いて頑張っていこうっていうカードと思い合ってるカードがすっごく出てるし、あとね運命の人がどうかっていうと、もうねあの人が運命の人だよって出てるので、はい、私はね4番の皆様、あの人ピンときた、あの人が私はねもう結婚する運命の人だと思っていますね。よかったら参考にしていただければと思います。なんかねすごいカードが出てね、私もむちゃくちゃびっくりしました。こういう風にカードって教えてくれるんだなって思った感じです。はい、これが4番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ今回リクエストリーディングをいただいた花子様ですね。はい、運命の人にね、結婚する運命の人に出会ってるかどうか。はい、まずこのカードさ、ドキドキしますね。はい、じゃあ、まあ見てみましょう。見てみないことには何とも言えないから。はい、じゃあ開きますね。さて、さあちょっと待ってね、運命の人に、結婚する運命の人に出会ってるかどうか。おっと、これはまだなのかな。ちょっとルノルマンカードでも見てみるね。さてさてさて、
なんかね、もっと状況がね、良くなるって出てるんだよね。さてさてさて。このね、リクエストリーディングってね、ご本人のね、リーディングをするときがね、一番緊張するの。特にね、いつもね、こうリピートをしてくれてるので、もう状況も全部わかってるし、よいしょ、もうちょっとシャッフルさせてくださいね、花子様。よいしょ。どういうカードがね、出るかな。はい、じゃあ良さそうです。見ていきますね。鳥というカード。お これね、未来にね、なんかね、男性のカードが出た。アドバイスカードがクロス。はい、これがね、花子さん、子供のカードが出てるね。で、結論ユリ。あと1枚ずつカード出します。鳥とコウノトリ。月と船。ああ、なんか出会いありそうだね、これ。クロスと花。手紙と本ね。で、子供。ある。運命の出会いはね、先。なるほど。ああ、なんかね、今年の夏の出会いもね、きっとね、全然悪くないと思うんですよ。でも、いわゆる結婚する運命の人っていう意味では、なんかね、今の恋をね、そんなね、こう恋が始まったばっかりの状況なのにね、私が出会いがあるとか言ってて、実際に、ね、出会いがあっていると思います。もうこれね、恋愛のカードだしね。でもね、何かね、このね、恋愛からね、なんかね、またね、次にね、動き出しそうという感じがするんですよね。で、この今から見た次の人がね、花子様にとってね、これ運命の人っぽい。ほら、もうね、お相手様、もうね、ズバリ花子様から見たこれ、いわゆる未来の運命の人なんですよ。結婚する、その人とクローバーのカードが一緒に出てるから、これね、今の人じゃないと思う。で、そして今気になってるあの人とも違うし、今いい感じのあの人たちかな とも違う。もうなんかね、新しい人がなんかね、出てきそうな気がする。そしてこれね、まあね、結論がね、これすごいカードが出ていて、ユリと太陽なんですよね。もう、今までにないぐらい、多分一番幸せに盛り上がっていくと思いますよ。ああ、30、31というカード。そうね、早かったら、9月10、もしかすると10月、11月ぐらいにも、これなんかね、結婚につながる出会いがあるかもしれない。でね、アドバイスカードがここでね、まあね、このクロスと花束というカードが出ていて、いわゆる今の恋愛にこの終止符を打つとか、今までの恋愛に終止符を打つ。そうすることによって新たな出会い、花子様にとってとってもね、嬉しい、幸せって思えるような人がとね、出会える、出会える、出会える。出会えるしね。そうね、これも花子様の状況を表すんだけどね。そうね、まあこれね、待ってるっていうカードだからね、もしかするとあの人を待ってるっていうことも考えられるし、まだね、結婚に焦ってないのかなっていうのも考えられるかなと。なんかね、ゆっくりじっくり待つ、非常にこういい意味で受け身、それをね、感じるような気がするんですよね。で、まあお相手様ね、どんな人かっていうとね、
これね、まあこれ本と手紙のカードなんだけど、コミュニケーション取るのが上手な人とか、コミュニケーション能力が高い人、本が好きな人、文章を書くのが好きな人、もしかしたらブログとかね、やってるのかなとか、そういうふうにも思うし、あとね、非常にね、これね、知的、研究職とかね、そういう仕事をしている人のような気がしますよ。なんかこう、そうね、コミュニケーション能力高いんだけど、どっちかっていうとこう文章力の方が高いような気がするんですよね。で、むっちゃ頭がいい知的な人、そういうイメージが、まあ今回降りてきてる感じかな。で、時期としては、これね、ちょっとこれね、き、あの近未来でしかね、見てないんだけど、でもね、今ね、9月のまあ下旬と考えると、まあ、10月の下旬から11月の下旬で出会う可能性あって、11月の下旬から12月の下旬、まあ、いわゆる年内ですね。いやー、これね、はい、結婚の人に、いわゆる結婚する運命の人に花子様が出会える可能性すごく高い。でもね、こう今までの恋にきちんとさよならしなきゃいけないよっていうこともね、これがね、出てるから、まあどっちがちょっと先になるかわからないけど、どっちが先になるかわからないけど、でも何かね、こう恋愛、今ね、花子様のね、恋愛モードがね、すごく今ね、ブワーって高まってる時期だと思うんですよ。で、女性としての魅力もすごく高まってる時だからね。今も本当に出会い運とかは決して悪くないです。決して悪くない。でも本当にこうまたね、こうまた全然違う人との出会いがこれね、ありそうだよっていうこと出てますね。まあね、ここのカードも今も悪くないんだけれども、でもね、もっといい人が、花子様にね、もっといい人がね、現れるよっていうのがね、もうね、花子様にとってのいわゆるね、最高のタイミングでね、それがね、出ている。だからこうね、今までの人ではない人が花子様にとって結婚する運命の人と私は今回感じました。はい、これです。よかったらね、花子様参考にしてみてください。今ね、またここならちょっと閉じてはいるんだけれども、また余裕が自分の中でね、出てきたらここならも再開していきますので、またどうぞよろしくお願いいたします。こう本当にね、いつも私の方が励まして、なんかね、もらうことも多くてありがとうございます。本当に感謝してます。はい、じゃあこれが花子様へのリクエストリーディングでした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。